般若心経の2回目いきたいと思います。1ヶ月半ぐらい前かな、1文字ずつ全部解説っていうのを始めたんですけど、あまりに解説が濃すぎてですね、本当に最初のセンテンスができなかったっていうことなんで、今日はその続きをやりたいと思います。これね、何回ぐらいになるかな、ちょっとわからないんですけど、やってみようと思います。よろしくお願いします。仏典の般若経の一つがこの般若心経というものでございまして、大乗仏教における般若経典群の思想の核心を簡潔に説いた仏典でございます。大般若波羅蜜多経というお経があるんですけど、なんと300万文字の長いお経でございます。で、これを1万分の1の278文字に凝縮したものがこの般若心経でございまして、つまり般若心経は般若経のエッセンスを凝縮した、要するに仏教の核心ですね。この般若心経は例えとして申し上げたのは、釈尊のライブ配信のアーカイブを編集して再投稿したものでございます。これね、どういうことかっていうとね、お釈迦様がお弟子さんに向かって説法をしているところをお弟子さんが書き取って、それがお経になったものなんです。最初はもっと大般若波羅蜜多経みたいな長い説法だったんですけど、その説法の中のエッセンスだけを抜き出して短く短く編集してっていうものがこの般若心経なんで、まさにライブ配信アーカイブを再編集して再び投稿したものということで、ちょっと比べて申し訳ないんですけど、私の奏でる宇宙学と同じ作り方で般若心経できているというものでございます。この般若心経は278文字の内訳なんですけど、タイトルが12文字です。それから本文が262文字で、最後にハッシュタグが4文字ついております。このハッシュタグっていうのはね、この般若心経の回の最後のところでわかりますので、お楽しみになさってください。前回の動画ですね、仏典とはどういうものか、仏典の種類には何があるのか、仏教の二つの流れ、上座部仏教と大乗仏教、これの出来方と流れ、それからですね、般若心経の伝播ルートといったものを解説してございますので、ぜひ般若心経1の動画も合わせてご覧になってください。それからですね、般若心経の1文字ずつ解説というものを前回から始めておりまして、冒頭の部分やってます。それを復習してみたいと思います。仏説摩訶般若波羅蜜多心経、これタイトルでございます。大いなる真実に目覚めるための知恵の真髄の教えという意味でございます。それからですね、本文の冒頭のところですけど、漢字財宝さ行人般若波羅蜜多寺証券豪運会空洞一切苦役、ここはですね、観音様は真実に目覚める知恵の修行を極められ、身も心も皆空であるということを悟られ、一切の苦しみから救われる道を示されたという訳でございます。では、1文字ずつ解説、今日の部分をいきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、シャリ氏です。人の名前でございます。シャーリプトラという人でして、シャーリプトラよというふうに呼びかけてるんですよね。要するに、説法の相手に対しての呼びかけ、つまり、いいですか？聞いてくださいよ、みたいな感じの意味合いでございます。冒頭に申し上げた般若心経はライブ配信だってことが、ここが根拠なんです。要するに説法の相手がいるわけですから、これは説法のライブであるということなんですよ。このシャリプトラさんについての解説っていうのが本当にないんで、これちょっと詳しく解説したいと思います。シャリホツというふうに日本語で言うんですけど、シャリプトラさんは釈尊の10代弟子の一人でして、北インドのマガタ国のナーランダ出身のですね、司祭階級、カーストの一番上位のバラモンの家柄の人でございます。当時このバラモン教というものがインドで主流になってまして、そのバラモン教への不信感から、シャーリプトロさんはですね、隣の村の親友であるモクレン、モッガナラダさん。この人と共に出家します。最初二人はですね、サンジャラ・ベーラティプッタという先生に指示を仰ぎます。ですが、サンジャラさんの教えでは満足せずにですね、お釈迦様の弟子の一人であるアッサジという人物に出会いましてですね、お釈迦様の教えを、の一部を、このアッサジさんから聞いたところ、シャーリプトラさんはすごく感銘を受けまして、悟りの第一歩を一度聞いただけで、シャーリプトラさんは開眼してしまうわけなんですよ。それからですね、マッガナーナさんに相談しましてですね、お釈迦様教団への改宗を決意します。
サンジェラ兄弟の信徒さん250人もこの二人に追従して一緒にお釈迦様に帰依するわけですよ。この集団改宗が北インドの世間を大きく動揺させましてですね、お釈迦様兄弟の存在が広く知れ渡る一因にもなりました。さて、シャーリプトラさんは入信した後にですね、すぐにお釈迦様の最高の悟りを得ることになります。お釈迦様の教団の城主になりました。シャーリプトラさんはですね、お釈迦様からの信頼も厚く、お釈迦様の実の子供であるラーフラの先生もされます。お釈迦様の10代弟子の筆頭に挙げられまして、知恵第一と言われております。また、一緒に入信しました親友のモッガラーナさんはですね、優れた神通力の使い手として、お釈迦様の10代弟子のナンバー2の地位で、神通第一と言われます。この二人ともですね、お釈迦様よりは年長なんですけど、お釈迦様よりも先にお亡くなりになられて、要するに先に涅槃するわけですよ。このお釈迦様よりも先に涅槃するっていうのは実は、三世、つまり過去、現在、未来の諸仏の情報と言われまして、つまりお釈迦様の説法が正しいことを証明することになりました。ちなみに、お釈迦様の正確な生没年は分かっておりません。お釈迦様の生きられていた時代は、紀元前7世紀とも6世紀とも5世紀とも言われておりますが、仏教が起こったのが紀元前450年前後と言われております。で、インドの宗教の歴史というものをちょっと紐解いてみたいと思うんですけど、インドはですね、先住民族として、主にトラビダ人、ムンダ人というような民族がいるような国家だったんですけど、この人たちは農耕民族です。それがですね、紀元前14から15世紀ぐらいに、イラン方面から遊牧民族のアーリア人がインドに侵入してきます。そして、インドの北部を中心にアーリア人が定住します。そして、先住民族であるトラビダ人たちを奴隷として使うようになるわけですよ。それで、トラビダ人たちを統治するための一つの手段として、アーリア人たちが作り上げたものが、バラモン教でございます。時間が流れまして、紀元前の6から5世紀ぐらいになりますと、バラモン司祭とか、祭司に対する至上主義のバラモン教に対してですね、批判的だったり、反発的な風潮がインドで現れ始め、それが発展するわけですよ。またですね、神様を信じないという無神論者も現れます。その一環として仏教とかジャイナ教を含めて様々な新しい思想や宗教が生まれました。その中で最も色濃く現在まで受け継がれた宗教が仏教であるわけです。インドっていうのはですね、古くから現在まで新しい宗教を起こしてもいいよっていう風土とか習慣があるんですよ。ですから、名乗り上げればその人が教祖になれるというような感じがあります。これはね、現在で言うところの YouTube と一緒です。チャンネル立ち上げて動画を投稿すれば YouTuber になれるわけですよ。発言力が得られるわけですよ。シェアリプトラとモッガラーナがサンジャ教団から回収したのは、この YouTube の世界で言うと、チャンネル登録先を変えたということなんですよ。モッガラーナさんのチャンネルを削除して、お釈迦様のチャンネルを登録したっていうような感じになるわけです。仏教が現在まで残ったのはですね、お釈迦様の人柄とか教義の内容がやっぱり人気を博したということであって、お釈迦様は現在で言うところの人気 YouTuber ということでございます。前回の般若心経の解説動画で申し上げたんですけど、観自在坊さんのところ、観音様っていうことなんですけど、これ私は観音先輩と言いました。お釈迦様の先輩で、後に仏教に通じる悟りを開いた方なんですけど、要するに仏教の前身になるような考え方がやっぱりそのインドにあったわけで、それをお釈迦様なりにまとめたものが仏教なんですけど、その観音先輩というのは、先輩 YouTuber、
に当たるということなんですよ。ということで YouTube の世界に照らし合わせると、インドのいろんな宗教が起こっていった紀元前6世紀、5世紀あたりの状況がつかみやすいと思います。さて、一文字解説に戻ります。四季風異空、人の中にある5つの構成要素、その中の肉体や物などの物質的存在を表す言葉が四季というものでございます。次に、風異ですけど、風はあらずっていうことですね。異も異なるっていうことなんで、異なることはないという意味になります。つまりこれは二重否定になりまして、つまりイコールということです。次は空。これは仏教の教えの核心でございまして、すべては固有の本質を持たずに変化しうるよという流動性について空という言葉を当てはめております。四季不異空は四季イコール空という意味なので、形あるものは空である。物質的存在は固有の本質を持たず変化しうる。物質は常に変化するという意味になります。次に行きます。空風異式。四季と空がひっくり返っただけで、空であるものは形あるものであるという意味です。または、空が形あるものを構成しているよという意味になります。つまり、この部分でお釈迦様が言いたいことはですね、物質とは儚い存在である。儚い物質に欲望を持ち、頼り、満足を得ようとしても虚しいだけですよ。というのが、ここでの説法の意味でございます。次は、色即是空。空即是色ですけど、即は、すなわち、直ちにという意味でございます。それから、是というのは、肯定している意味ですね。即是で、イコール。やっぱりこれイコールという意味になります。つまり、色イコール空であり、空イコール色であるよっていうことなんですけど、ここは訳し方がちょっと変わりましてですね、形あるものはすべて空であり、空が様々な形あるものとなっているという訳します。ほとんど一緒なんですけど、違う言い方でお釈迦様が説法したっていう感じのことになっています。次に行きますね。重層行式、薬部尿税という部分でございます。まず、重層行式っていうのは、五運の残りの四つでございまして、四つとも心の働きのことを言ってます。精神作用、心の自我というものが、この重層行式です。薬部尿税の薬は、同じく、やはりという意味です。次、部。これはですね、再び、またという意味でございます。次は、尿は、その通りであるという意味でございます。是は先ほど申したように、肯定でございます。ということで、ここを通して訳しますと、心の動き、精神作用も全く同様であるという意味です。全く同様というのは、先ほどの四季不異空ということと同じということで、ここでまたお釈迦様が伝えたいことは、心の動きも、儚い存在であるよ。儚い精神作用に欲望を持ち、頼り、満足を得ようとしても虚しいですよ。ということをお釈迦様はおっしゃっております。本当にね、このお釈迦様のおっしゃる通りじゃないですか。心ってね、やっぱり変わるものなんですよね。先週もちょっと言ったんですけど、永遠に君のことを愛してるっていう言葉って、やっぱり本質的にね、違うと思うんですよね。永遠に愛してないからこそ、より人のことを愛そうと努力するわけなんで、やっぱり永遠の愛っていうものを、そんな儚いものを信じるんじゃなくて、次にまた愛してもらえるように努力するべきであると私は思います。さて、次に行きます。シャリシ。また出ました、シャリシ。これはもう一回、シャリプトラに呼びかけているということでございます。是生法空想。まず、是は先ほど何回も出てくる肯定でございます。次が、諸。これは、あらゆるという意味でございます。法。さあ、ここが今日の一つの核心でございます。法というものは、インドのダルマという言葉を漢語に訳したものでございましてですね、仏教においてはですね、宇宙の法と秩序、現象という意味でございます。法則、真理、教法、説法。
存在、具体的な存在を構成する要素的存在でございまして、ダルマというのはインド発祥の宗教において、仏教だけでなくヒンドゥー教とかジャイナ教とかそういったものでも多種多様な意味を持つ主要な概念としてこのダルマというものがあります。各宗教によってダルマが指すものが異なります。ヒンドゥー教ではどういう意味になるかということはラーマーヤナの5回目の動画で詳しく説明しております。次に行きます。空ですね、固有の本質を持たず変化しうるという意味でございます。さあここでですね、解説したいところは空という言葉の英語訳なんですけど、般若心経っていうのは英語ではハートスートラって言うんですけど、エンプティネス、空虚とかですね、ナスティングネス、無というような言葉を当てられています。ですけど、実は、このね、訳は誤訳なんです。正しくはですね、フルイダーティというものが正しい訳だと私は思います。これは流動性とか可変性という意味の英単語でございまして、固有の本質を持たず変化し得るという意味だと私は思うんですよね。なので、ハートスートラーから般若心経をアプローチしようとする方は、誤解が生みやすい訳なんで、ここは気をつけて英語訳にチャレンジしていただきたいと思います。さあ、次に行きます。そう、これはですね、仏教用語でございまして、認識されるもの、今日が認識された姿を指す言葉でございます。この今日というのはまた仏教用語でございまして、六種の知覚感覚によって知覚されるものの対象でございます。色相香味触法っていう六経のことなんですけど、次回の般若心経の3というところで詳しく説明しますので、とりあえず六経が認識された姿が相ということでございます。で、これ簡単に相を申し上げると、姿、真実の姿という訳ができます。ということで、税相法空相というところを訳しますと、この世のあらゆるすべてのダルマ、現象の真実の姿は、皆空である。つまり、固有の本質を持たず変化し得るという意味でございます。この箇所のお釈迦様が説法で伝えたいことは何かと言いますと、宇宙の法と秩序には決まった形がないということでございます。これがすごいところなんですね。仏教で規定しているダルマそのものが決まった形がないよって言い切ってるんですよ。そうやって言い切っちゃってるところがすごいんですよ。というのも、ダルマっていうのは宇宙の法と秩序じゃないですか。ね、法と秩序というのは私たちの一般常識からすると決まった形がなかったら困るじゃないですか。だってね、みんながね、それぞれね、自分の法律とか決めちゃったら法律じゃないじゃないですか。秩序も一定の決まったものがあるから秩序と言われるわけなんで、法とか秩序に決まった形がないよ、流動的なものだよっていう風に言っちゃってるとこがすごいですよね、このお釈迦様が。では次に行きます。風生風滅、風空風上、風増風減というところいきます。これはですね、六部の教えというものでございまして、風は否定でございます。風生風滅、風空風上、風増風減。ここを訳しますと、生ずることもなく、要するに生まれることもなく、亡くなる、滅することもなく、汚れもせず、清らかになることもなく、減りもせず、増えもしないということでございます。ここでお釈迦様が言いたいことはですね、生物の死は姿を変えただけに過ぎない。いろいろな変化の中での一形態が生きるということである。我々は人間として根性に生まれてきたが、それは仮の姿に過ぎない。過去には何か別の姿であったし、未来には別の姿になる。つまり転生するのだ。過去の業によって根性は様々な姿に変わっていく。無から何かを生ずることはないという説法でございます。ちょっとここで飲み物飲まさせてください。はい、お待たせしました。さあ、ここのですね、無から何も生ずることはないというお釈迦様の説法なんですけど、
科学用語で言いますと、質量保存の法則でございますね。これは化学変化の前と後では質量が変わらないよっていう、これがですね、風消風滅、風空風上、風増風減が表しているところなんですよね。化学と密接に結びついてるわけです、般若心経。それからですね、ご家庭でですね、例えばお子さんがですね、飼ってらっしゃるペットが亡くなった時に、お母様、お父様、ぜひね、お子様を勇気づけるために、六腑の教えを試されてみてはいかがでしょうか。それはですね、あなたの小鳥さんが死んでしまっても、あなたの猫さんが死んでしまっても、それは形を変えただけなんだ。だから、将来きっとね、あなたの優しいお友達となってまた会える日が来るよっていうふうにお子さんに教えてあげてください。それがこの六腑の教えでございます。ということで、ここまでのまとめを言ってみたいと思います。シャーリー氏、四季風育、空風意識、四季即税空、空即税式、重層行式、薬風尿税。ここの部分は、シャーリープトラよ。空であるものは形あるものである。空が形あるものを構成している。形あるものはすべて空であり、空が様々な形あるものとなっている。心の動き、精神作用も全く同様である。次行きます。シャーリー氏、税商法空想、風消風滅、風空風上、風増風減。ここの部分は、シャーリープトロよ。この世のすべてのものの真実の姿は皆決まった形はないのだ。生ずることもなく、亡くなることもなく、汚れもせず、清らかになることもなく、減りもせず、増えもしない。という意味でございます。今日のね、般若心経の2回目はここまでにしたいと思います。前回の般若心経の動画では、空を表すピアノというものを弾いてみましたが、今回は天聖輪廻をテーマにしたピアノを弾いてみたいと思います。仏教の教えの真髄の一つ、それをピアノでという身の程知らずの企画をやってみたいと思います。よろしくお願いします。
ー。